皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はディレイラーの下についているプーリー、ここはですね汚れが大変溜まりやすくなっているポイントであります。そんなプーリーをですね皆さんでも手軽に掃除できますよというところで、今回ねそんな掃除の仕方紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。それではまず最初のセクションはおなじみになりますが、そんなねプーリーを掃除するときに必要となってくるものですね。まず工具なんですけど、工具はですねプーリーの、ところには、プーリーはですねボルト3ミリの、六角レンチが刺さるボルトで、ボルト1本で止まっているケースがほとんどだと思います。でそのボルトを緩めることによってこのプーリーがですね簡単にサクッと外れるわけなんですけど、その他にですね、おなじみになりましたがこちらね、これ僕使っているのはパークツール製のゴム手袋、かっこいいね青いものというところなんですけど別に何でもいいと思います。これはね、手が汚れないようにするために大変油汚れが激しいポイントとなりますので手がですね汚れてしまいます。なのでそれを防ぐためにこういったゴム手袋を用意してください。その他にですねまずプーリーね水洗いできない人なんか特にそうなんですけどこういったバイオディグリーザー、環境にも優しいディグリーザーということで、これで掃除する、わけです。その時に使うこのディグリーザー用意してください。あとですね掃除し終わった後、プーリー全体を保護するという意味で、バイクプロテクト、これもマックオフ製のケミカルとなっておりますがこれもあると大変いいと思います。そしてちょっと遠くで撮れないんですけど、プーリーね外して掃除した後戻す際に、下位グレードのものだとベアリングとか関係ないんですけど、上位グレードのものだとこういったねグリースを塗ってあげると大変ですねそのついているベアリングを保護する意味では大変強力な助っ人となりますのでこれを塗って戻さないと、あまりよろしくないかなというところでこのねマックオフのグリースこちらも用意してください。そして最後になりますがウエスです。こちらもねかっこいい真っ向性のウエスになるんですけどこういうね、綺麗なウエス汚れを拭き取れるウエスをですね、準備しておくと、大変よろしいかというふうに思います。ということでね、ここまで話してきたものをですね必要なものを掃除するにあたって、必要なものをですね、準備していただいて、早速、掃除に取り掛かっていきましょう。まずですねこれね掃除する前に、今回僕が今撮影で使っているバイクはカンパニョール製なんですけどシマノのね製品を使っている方が結構多いのかなというところでシマノの製品の人はですねおそらくですけどこのクイックリンクと呼ばれるチェーンをジョイントしている製品が装着されていてこれをですねそのクイックリンクを外す工具を使ってチェーンをですね外しておくとなおですね掃除しやすいかなというところで外してからですねぜひやってみてください。カンパニョロの場合は、いちいちねチェーンピンを取って外すっていうのはちょっとかなり面倒くさいのでチェーンをですねこの要はディレイラーがこうテンションがかかった状態ケージにテンションがかかった状態でプーリーを外そうとするとプーリーがですねネジが外れた時にどっか飛んでちゃうんですよ。そのなんていうんですかこういうなんかこういう駄菓子屋にあったおもちゃじゃないですけどそういう感じでどっか飛んでっちゃうんでそれを防ぐためにインナーリングフロントのですねギアに乗っかってるチェーンを内側に外してもらってプーリーにかかってるテンションをまずね、緩めてあげましょう。これに緩めてあげるだけでプーリーの掃除プーリーを外すときにすごくね、簡単に外しやすくなりますんで、それをねやってほしいなと。カンパニョロの場合はチェーンを、ね、内側に外してくださいって言ったんですけどその時に、ウエスをチェーンにですねウエスを巻きつけてフレームに傷つかないようにねすることも大事なので、忘れずにやってみてください。さてチェーンがですね内側に、カンパニョロなので内側にこうインナーリングの内側に、ね、チェーンを落とした状態にするとこういった形でこうプーリーにかかっていたテンションが緩みます。この状態で早速ですねプーリーを外していきましょう。使う工具は
こちらです。ピントが合わないと思うけど合わないですね。はい、こちらの工具になります。ということで、下側のですね、プーリに関しては、まあ、これカンパニオールだからどっちもあれですね、内側にネジがついてますね。シマノの場合だとね、外側に、ついてる部分と、内側にネジが刺さる部分、アレンキーが刺さる部分があったりとし、するので、この辺ねちょっとね、あの頭なんかこんがらがっちゃうんですけど、カンパニオールの場合は全部内側に、ボルトがついてます。ボルトを緩めていくと外れますね。ちなみにボルトはボルトはこんなねちっちゃいボルトになりますが、ちょっと映るかな、はい、こんなちっちゃいボルトです。でボルトを抜くとですね、こういった形でプーリーが簡単に、外れてくれます。カンパニオロの場合はね、このかっこいい色の、カバーがですねついてて、その中に、まあ、ベアリングというか軸になる部分があるという感じです。まあ、僕は常にね掃除してるんでそこまで汚れてないんですけど、ほとんどね掃除したことない方とかだと、もうギトギトになってるケースがあったりとかね、もう全くプーリーが回りませんなんていう状況に陥ってる方もいるので、この辺はね、結構ねこまめに掃除してあげるとフリクションのロスにつながったりとか、摩擦抵抗を軽減させられるという大きなポイントとなりますので、ぜひねこういった形で外して見てみると、自分のプーリーがどういう状態に置かれているのか、この辺がですね分かりやすいかなというふうに思います。はい、そんな汚れてませんね。さて一通り掃除が終わったらですね、プーリーを元に戻していきます。戻すときね、これシマノの場合とかだと方向向きがあると思うんで、それだけ注意してもらって、装着していくというところで、これねチェーンのどこに入れたらいいのか、この上に入れたらねチェーンが外側に来ちゃうんで、ちょっとねこれ的に難しいね。こういう風に入れちゃうとねチェーンがプーリーに引っかかんなくなっちゃうんで、その辺をですね、まあ、パズルのようにちょっとね頭の中で世界観を広げながら、まあ、入れていくと、まあ、これが正解ですね。こうやって、まあ、入れていくと中に、結構ね簡単でございます。はい、これテンションがかかった状態でやるとすごく難しくなっちゃうんで、プーリーにかかっているテンションはですね、まあ、チェーンを内側に落としておくのか、もしくはチェーンを外した状態でやると、まあ、すごいやりやすいかなと思います。じゃあプーリーを元の位置に戻したら、カンパニオロの場合内側なんですけど、ボルトをですね、プーリーが刺さってるというか、接続される部分にですね、入れていきます。そして入れたら、この3mm のアレンキーで、ヘックスレンチで、締めていきます。結構手で軽く締まるぐらいで十分だという感じです。そしたらこれプーリーのね、真ん中のベアリングの部分に、ついてたグリスが外側に出てきてしまうので、それだけね綺麗に拭き取ってもらえると、このグリスからやってくる汚れがですね、グリスについてしまうホコリがですね、厄介なのでね、それだけは綺麗に最後取っていくといいかなというところです。プーリーの装着が終わったら、チェーンをですね元に戻していきます。この際ねフレームに傷がつかないようにね気をつけてくださいね。はい、こういった形でね、で付け終わったらギアがしっかりと変わってくれるか、こうやってギアチェンジがおかしかったら、プーリーがついてる向きが逆だったりとか、するケースがあるんで、まあ、それだけ注意してもらいたいなという感じです。
で、これね、プリ戻し終わったらですね、先ほど言っていた、バイクプロテクションを使って、プリのね、外側にちょっとした被膜を作ると、このかっこいいっていうか、より保護されてですね、いいかなと。こうしっかりとね、液体が飛び散らないように、タオルをね、こうやって当てた状態でやるのがポイントです。よろしいでしょうか。プーリーをですね、これ外さないでそのまま残した状態で掃除したいっていう人は、このディグリーザーとこのウエスをですね、用意してもらって、ウエスはどっちにしろ必要なんですけど、ね、人差し指を、まあ、立てた状態でタオルをこの人差し指に刺してもらうと、ね、で、まあ、ディグリーザーをですね、まあ、かけてもらって、結構多めにね、プリーの方にかけてもらって、汚れがですね、浮き出てくると思うんで、その垂れそうになってるものは先に拭き取ってもらって、プーリーの表面についたディグリーザー、汚れがついているものはですね、この人差し指に刺さったウエスをプーリーに当てた状態で、ペダルを逆に回転させると、それでプーリーが回転しますので、その回転を利用してまんべんなくですね、プーリーの汚れをですね、拭き取っていくと、こういった形でやるのも一つの方法かなというふうに思います。特にですね、プーリーの真ん中、軸となっている部分がですね、そこまでまあ汚れが気にならないなと、まだそこまで汚れてないだろうなっていう風な感じの方、雨の日はあまり走らないよっていう方なんかは、そこまでね、無理にこうプーリーを外す必要性もないと思うんで、外さないでですね、今説明したような形でやってみるのも一つの方法なのかなというふうに思いますし、まあ、誰でもこっちの方が気軽にできるのかなというふうに思いますので、ぜひですね、皆さん、やってみてください。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今回のね、プーリー掃除、意外と簡単だったと思いませんか。ぜひですね、これ結構ね、汚れがたまるポイントなのに、皆さんね、見落としがちなところがですね、すごく僕的には不思議だなと思いつつも、ぜひですね、今回の動画を参考に、これからですね、そんな汚れた部分をきれいにして、摩擦抵抗をなくしてですね、快適にサイクリングできるようにしていってください。ということで、今回の動画も参考になったと思っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。